新たな荷物置き場はデッキにある洗面所を改修して設けられ、縦横高さの3辺の合計が160センチ以上250センチ以内の荷物を置くことができ、鍵もついています。 JR 東海、西日本、九州の3社は新幹線に大きな荷物を持ち込む際の事前予約制を2020年から導入していますが、今後荷物の多い外国人旅行客の利用が増えるとみて置き場を新設しました。今月24日からまずは東海道山陽新幹線の16両編成の列車に導入され、事前に特大荷物コーナー付き座席を予約することで利用できます。